今月16日から31日まで海上保安庁が実施している海の事故ゼロキャンペーンに合わせて15日、徳山海上保安部が合同安全啓発活動を行いました。この日は徳山海上保安部で出動式が行われ、藤井律子周南市長と徳山海上保安部の椎木俊文部長、海上安全指導員らが出席しました。またヨット部で活動する光高等学校2年生の内山光さんと聖光高等学校3年生の岩崎光賀さんが一日海上保安官に任命されました。本日よろしくお願いします。その後、一同は巡視艇に乗って海上を見回り、停泊中の船舶や遊漁中のプレジャーボートに対し海難防止を呼びかけました。事故ゼロキャンペーンが実施されます。台風が近づいているときは早めに避難しましょう。やっぱり地域の人が反応してくれると自分も嬉しいし、やる気が出るので、すごいいい経験だと思いました。例えば船長さんとかの伝達の的確さとかが、すごくて、自分もああいう風になれればいいなと思いました。これからマリンレジャーが盛んな季節になります。また海開き等もあります。まず海水浴においては、風の強い日、波の高い日はやめていただきたいと思います。また管理された海水浴場で遊泳を楽しんでいただきたいと思います。またプレジャーボートで釣り等をされる方につきましては、こちらもまず天気予報をしっかり確認していただいて、また出航前にはエンジンの点検等をしっかりやっていただきたいと思います。海の事故ゼロキャンペーンは今月31日まで実施され、期間中は船舶を訪れての呼びかけや事業所と協力した周知活動などが行われます。平成30年から令和4年までの5年間で、徳山海上保安部管内での海難席数は146隻、このうち83隻が漁船やプレジャーボートなどの小型船舶で、原因はエンジンのトラブルや見張り不十分などが多いということです。